だしと塩味と酸味、これの、うん、ナイスバランス、ナイスバランス、めっちゃ美味しい。はい、皆さんこんにちは、くるっこやです。今日はですね、野草を取ってきましたので食べてみたいと思います。今日取ってきた野草というのが、何度か私の動画にも出てますスベリヒユ。世間一般では雑草という扱いを受けておりますが、これ実はですね、沖縄とか山形の方では野菜として、食べられてます。山形ではヒョウという名前で、食用にされてまして、沖縄の方ではニンブトゥカっていう名前で、夏場の野菜不足の時に非常に助かる食材だそうです。はいはい、このスベリヒユなんですけれども、栄養価の中で特徴的なのがオメガ3脂肪酸、これ体にすごくいい成分らしいんですけど、これが豊富に含まれていて、野草界のスーパーフードと呼ばれているそうです。ですんで私も今日はこれをちょっとですね、サラダ使いにして食べてみたいと思います。はい、水洗いしたスベリヒユがこちらになります。まず茎の部分、この部分、茎の部分どんな味するか一度食べてみたいと思います。ん？あ、酸っぱ、あ、酸っぱ、うん、うん、あ、うん、噛めばちょっと粘り気が出てきますが、酸っぱいですね。この酸っぱいのがおそらくシュウ酸と呼ばれる化学物質だと思います。これ腎臓病とか結石の方はあまり多く摂るといけない成分だそうです。はい、うんうん、あ、うん、ネバネバだ、あ、ネバネバだ、美味しい、うん、この先の方のまず葉っぱいただいてみましょう。葉っぱを食べてみます。あ、茎よりは全然酸味がありません、うん、むしろ美味しい、うん、噛めば噛むほど粘り気が出てきます。結構やっぱ美味しいな、これ。生でサラダで食べるんだったらちょっと味付けをしてみたいと思いますので、ちょっとこれにですね、スパイスをちょっと混ぜてみて、はい、ちょっと混ぜ混ぜして、いただいてみましょう。あ、うん、あ、すげえ、酸味と塩味がすっごいいい感じで美味しいです、うん、あ、それとマキシマムちょっと出汁が効いてるので、うん、出汁と塩味と酸味、これの、うん、ナイスバランス、ナイスバランス、めっちゃ美味しい。そしてね、噛めば噛むほどうん、すごく粘りが出てきますんで、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいですね。野草にしてはすごく優秀なぐらい美味しいですね、これ。うん、ちょっともうちょっと食べてみましょう。これにブラックペッパーを効かせ目でかけてみたらどうなるか。
ただきます。あ、ちょっとブラックペッパー効かせ目の方がめっちゃ美味しいです。シュウ酸の酸味でなんかもうドレッシングがかかってるような味になります。まあ、くれぐれも言いますけど、腎臓の悪い方、結石が、こうなんていうんですかね、を気にされる方は生では絶対食べずにこれは湯がいてください。はい、はい、生食のもう一ついただき方としてマヨネーズをかけて食べてみたいと思います。まあマヨネーズは万能ですからね。はい、これは美味しいに決まってるかと思います。はい、それではいただいてみましょう。はい、それではいただきます。滑り牛の茎の酸っぱさがマヨネーズの酸味とまあこう分からなくなってしまいますね。うん、でマヨネーズのまろやかさがちょうどいい感じで包むんですけど、噛んだ時に出てくる粘り気がねちょっとねマヨネーズのまろやか感をなんかもっさり感にしますね。もったりする感じのマヨネーズ味になってしまいます。うん、うん、僕個人的にはさっきのマキシマム&ブラックペッパー追加バージョン、こっちの方が生食では。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。スベリヒュー、やっぱり美味しい野草でしたね。まあ、野草ですので、まずはこれが確実にスベリヒユだということがわからないうちは食さないようにしてください。間違いやすい毒草としては、こちら出しますけど、コニシキソウっていうのがあります。コニシキソウとの見分け方は私の別の動画で見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、しっかり区別して、そして環境、周りの環境が例えば犬がおしっこをよくする場所だとか、どういうんですかね、周りに車がすぐ近くに車が走ってて排気ガスがこうムンムン出てるところ、そんなところの野草は採取して召し上がらない方がいいかと思います。ですので、くれぐれも、あとその勝手に私有地の野草、まあ、雑草だからと言いながら私有地のものを取ってしまっては、これ、泥棒と一緒になりますので、そういう場合は一言断りを入れて採取するとか、まあ、許可を得て採取するようにしていただきたいと思います。今回の動画良、かったと思われた方はグッドボタンか、まあ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではくるこえでした。